一本うどん一本うどんは通常のものと比べて極めて太く作られたうどん。矢部ただし、実月案、矢部中の村瀬中太郎によれば、江戸深川上新寺のうどん専門店、矢ほ木で売り出された。その製法が難しかったために模倣するものがなく、矢ほ木がなくなるとともに行われなくなった。普通なうどんと同じものであるが、親指ほどの太さで、 かつ長くて丼鉢にただ一本のみ盛り入れた。口当たりは極めて柔らかく適当な長さに箸で切り汁につけて食した。飯の代わりにまた酒の魚にも喜ばれた。村瀬によればその素晴らしさは切り口が鮮やかな四角形で芯まで柔らかく火が通っていることで打ち方、茹で方にも技量を要した。前日の夕方に打って ある程度まで茹でたら火を引いて、蓋をしたまま一晩置いて、余熱で煮込んだらしいという。村瀬は、同社の中で京都及び名古屋にも類似したものがあるが、詳細は知らないと記述している。京都のうどん店、俵屋は、北の天間宮の付近に店を構え、一本うどんを名物として出していた。俵屋のものはあらかじめうどんつゆにつけられており、京方年間と言われる創業当時から出されていたと、 言われている戦後の食糧難の時代に一時閉店したため、一本、うどんの伝統は一時耐えた。1996年になって復刻され、現在も店の名物となっている。ただし喉に詰まらせると危険であるため、現在では2から3本に切られている。江戸時代の食事がしばしば取り上げられる、池波翔太郎の小説でも、一本うどんはたびたび登場する。 鬼平繁華町の短編、総堀のお、OK、では、豊島屋という一本うどんで有名な店が登場し、暖色一本うどんでは表題にもなっている。知名度も高く、各地のうどん店や、製麺業者によって類似品が販売されている。ありがとうございます。